毎度、西成五時ですわ。近いか。ちょっと離れるわ。こんなもんでええか。難しいなぁ。レビュー、過去の。手にしたもんは書けるけど、あんな写真見ては書かれへんわ。そんなもんなぁ。いかんわね。いろいろ見てたら、ついつい買うてまうやんけ。ほんま、誰か銭貸して。アマゾンでまた買うてもたい。代引きちゃうから金振り込め言うてや。振り込んできたんやな。いかんわ、あれは。んなネットショッピングで物を書こうとしたら、お前。なんもでも欲しいもんあんのに。もう、まあ、銭払えへんなってことや。えらいこっちゃ。何こうたか知りたい。迷うたんや。どっちにしようかな、思って。迷うたんや。でもこいつがないことには話にならんから、お前。パソコン言わしたった。ああ、飲んで。さらちゃうで。誰もくれくれ言うてんのにくれるって言えへんから。中古。一番安いの探してる。8999円。3時回っとったからな、振り込んだんが。番号が分かれへん。番号が振り込み疑ってやな。商品番号会計中で。商品は注文番号は出てるけど、お前、商品番号って、あ、支払い番号か。どこに出てくんねん、いう話やろ。うん、おい、こいだろ、3時間かかったもん。ほんまに。でも、社内からローソン行ってやな。ローソンのレジのお姉さんにはな、ちょっとごめんごめん、言うてやな。どないすんねん、言うて聞いた。いつも代引きのもんしか買わんからな。前払いのもんなんて、お前。いつ来るか分からへんけど、いつ来るのか分からへんけど、お前飯食うん忘れとった。腹減ってしゃあないからやな。帰りに兄ちゃんの嫁やんとこの店行っちゃうな。お好みと焼きそばとセットになってるやつで298円で売ってたからやな。それ食うた。また晩飯食われへん、これ。悪循環やな、ほんま。な。離れた離れたで声聞こえへんやろ。な。もうさっきの動画な。チェックしとってんけど、全然声聞こえへん。イヤホンせな聞こえへんわ、ほんま。まだお腹いっぱいなれへん。ちょっと食うたら余計食いたなのな。なあ、うん。謎のみかん。アイスクリームは余計やな。あんねんけどな。甘いしな。アイスク
クリームがよくあんねんけど、冷凍庫の中に水とアイスクリームがよくあんねん。これ飲むの水、知らないな。んだじゃがりこにお湯入れて食うか。なあ、誰かなんかマークついてるな。あ、ワンコ先生やな。ワンコ先生や。ワンコ主婦のワンコ先生やな。もうな、真面目に今やってるからおもろいことが浮かんでけへんわ。あかんわ。のーんでやっとったらなんぼでもおもろいこと喋れんねんけどな。まじまくで見て。また違う面白みがあるから。字幕再生で動画見て。ゆっくり喋ったんと、YouTube っていうのは、早口で言うとってもな、YouTube だけはな、ちゃんと出よるわ。すごいの。Google はやるよんの。大きに、西成五時ですわ。また次の動画で会えば、大きに。バイバーイ。